おはようございます。音楽プロデューサー、そしてグラミー賞研究家のウェルカンマンです。このロードトゥーグラミーというポッドキャスト番組では、グラミー賞にノミネート受賞されたアーティスト、されるであろうアーティストをピックアップし紹介していく番組となっております。今回紹介するアーティストは1991年生まれ、アメリカ合衆国ノースカロライナ州シャーロット出身のラッパー歌手シンガーソングライターのダ・ベイビーでございます。彼はですね、2014年から2015年にかけて音楽活動を始め、2015年のデビューミックステープをリリースして以降、多数のねミックステープを制作し、2019年の1月インタースコープと契約し、自身のインプリントレーベル、を立ち上げております。2014年なので23歳から活動したという遅咲きラッパーにもかかわらず、約4年5年の活動でですね、一気にメジャーデビューを果たします。さらにそのデビュー後ですね、2019年の3月にはアルバムからの楽曲「シュゲ」という楽曲がビルボードホット100の87を記録し、その後、ぐいぐいと伸びていき、トップ10入りも果たします。さらに2019年のビルボードホット100にいろんなアーティストのフューチャリングとして楽曲参加をし、なんとその、関わった楽曲がですね、全てで22回エントリーしたことで、その年の最多記録となりました。フューチャーされたアーティストでは、メイガン・ザ・スタリオンとか、ポスト・マローン、YG、リゾなどね、リルナス X など本当に今話題沸騰中のアーティストとコラボレーションしております。そして2020年の第62回グラミー賞では、シュゲがですね、最優秀ラップパフォーマンス賞と最優秀ラップソング賞の2部門にノミネートされ、一気にスターダムを勝ち上がり、世界のトップアーティストになっていきます。そして今回2020年の4月に3作目のスタジオアルバムをリリースしますが、この中からロディ・リッチをフューチャーした楽曲ロックスターが全米で7週連続の1位を記録し、イギリスでも1位を獲得しております。そういうわけでですね、2020年本当に目が離せない、ラッパーとしてね、活動されていたダ・ベイビーでございますが、なぜ今回のこのロックスターという曲が非常に、フューチャーされたのか、世界中で人気になったのかっていうところを少し紐解いていきますと、実はブラックライブスマターのタイミングでリミックスを出していて、非常にそれがメッセージ性が強かったりするっていうのと、あとこの、まあ、黒人ラッパーとして、まあ、ロックロックスターっていう、このロックっていうキーワードが実はですね、いわゆるこうロックバンドとかのイメージしているのと少し違ってて、こう黒人文化の中でロックっていう意味では女性にモテるとかね、ドラッグやお酒に溺れながら金を稼いで派手な生活をしているとかっていう意味合いと、その辺をちょっと凝縮すると、派手で目立ちたがり屋、やるときはでもやるやつみたいな意味合いがあるということですね。そしてこのロックはポジティブな意味合いがすごく強くて、You rock とかはね、やるなとかっていう褒め言葉でもあるということです。はい、まあ、そんな意味合いではですね、このロックスターっていうのは2つの感情が入り混じっていてて、ミュージックビデオとか見ていただければ分かりやすいんですが、まずはこう非常に高級車に乗り回したロックスターみたいなかっこいい自分を見せたいという部分と、まあ、いわゆるロックって言われると、まあ、ロックバンドを連想するので、彼なりの解釈としては、まあ、ギターの代わりにね、持っているのはガンなんだよと、腰から、ガンをぶら下げている様を警察みたいだろうというのが、それは職務だと言い張って同胞に、眼光を向ける、ね、警察に対する怒りとか憎しみの隙間に、このちょっとこうユーモアというか、鋭い切れ味を持った意味合いもあります。まあ、彼自身がですね、まあ自己防衛でガンを使って、まあ襲われたことがあるという経験の中から、まあ、この辺の派手な生活をしているなっていうロックの部分と、ガンに対する重要性とか自己防衛をする重要性とか、あとはこのブラックライブズマターに対しての、まあ、意味合い
深さみたいなことをリリックの中でね非常に掛け合わせて、語っているというところがこの今、時代に非常に、若い子を中心に、内容がヒットしたと非常に響いたというふうに言われています。なので、今回この注目すべき点は、まあ、楽曲の素晴らしさはもちろんのことながら、まあ、この DaBaby、というね、23歳から活動し一気にスターダムへのし上がり、さらにメッセージ性が強くこのブラックライブズマターに対しての、感情とか、まあ、そのロックっていう意味合いを掛け合わせたね、まあ、白人や黒人やってこう人種差別だったりとかロックっていうイメージの言葉をうまいことこう逆手に取ったメッセージ性なんかを混ぜ合わせたという意味ではさすがだなと、いうところで、今回はこの楽曲の素晴らしさを紹介させていただきました。今回のですねこのロックスター、今から聴いていただく楽曲はレコードオブザイヤーに選出されております。ということで、このポッドキャストはですねプレイリストをフォローしていただければ、もしくは YouTube の、方でもプレイリストありますんでね、そちらを、フォローしていただければこの、楽曲の紹介の後に、曲が流れるようになっておりますので、ぜひともチェックしてください。それでは改めまして紹介していきましょう。今回のおすすめする楽曲 The Baby Featuring Roddy Ricch で Rockstar、 どうぞ。